はい、おはようございます。6月18日土曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝の一言は政治の弛緩ということで、解説文を読んでいきたいと思います。政治の弛緩、第3は法である。無軌道、放埓、無礼、無責任などである。礼儀も道徳も秩序も法律も無視して、自由と権利の下、権利のもと勝手放題にやって顧みない。第4は謝である。おごりである。法と同じく一度味をしめると容易に石鹸の生活に戻れない。文明は生活の利便を高めたが、それとともに恐ろしく奢侈にした。この弛緩を使わねば治るものではないが、これを巧みに操って政権の打倒を図るのが左翼勢力だ。はい、ということなんですけども、昨日に引き続いてね、政治の弛緩ということなんですけども、政治に関してはね、特にコメントはできないんですけども、昨日も言いましたけども、今日はね、放つ方ですねっていうのと、おごる者ですけども、昨日の2つを足すと、偽り、私氏ですね、放つ者ということで、よくよく考えたら、これはもう誰にでも当てはまるんじゃないかという、人間、誰でもやってしまうような悪い習慣じゃないかなと思うんで、今回ね、昨日と今日、言葉に関して言うと、政治に、例えられてますけども、これは人間すべての悪いところに当てはまるんじゃないかなと思いましたので、ちょっとね、個人的にも気をつけていければなというふうに思っている頃でございます。ということで、週末、今日も頑張ってまいりましょう。